伝体制は、中国のテノール歌手。先生師範大学音楽学部長。四川省出身。東京芸術大学大学院博士課程修了。1984年に、中国、洋上の秋音楽祭で優秀演奏賞を受賞。1987年には、第一回中国芸術祭に出演。同年、中国四川青年音楽代表団の一員として、 来日し、広島市や福山市等で有効奉還公演を行った。1989年に東京芸術大学に留学。NHKFM 土曜リサイタルテレビ朝日題名のない音楽会に出演。1993年には虫プロダクションの長編アニメ映画ライアンツーリーの歌の主題歌を録音。1994年、 第8回日仏声楽コンクール3位入賞。1995年、アサヒビール音楽賞を受賞。1998年から2000年まで、東京芸術大学音楽学部客員研究員を務めた、三林葉屋テルを中村博子に指示。1998年に、フランス・パリへ短期留学し、モラーヌ・クレスパン漁師の指導を受ける。また、 イタリアのテノール歌手、ビットーリオ・テッラノーバの指導を受ける。オペラでは、ラ・ボエーム、ティレジアスの入房ツバキ姫、アイーダ、カルメン等に出演。その中でも、カルメンのドンホセ役は高く評価されている。2003年からは、松戸市による、松戸国際文化大使として、日中友好親善交流の推進に協力している。 2005年9月より、先生師範大学音楽学院学院長及び、声楽科教授に就任。先生師範大と東京芸大、オペラ、ドンジョバンに共演人民日報、日仏声楽コンクール過去の入賞、入選者、伝体制、中国日本、メー名歌集村内 .com。ありがとうございます。